鹿児島でもご存知の通り、あの食関連産業従事者の割合が日本で一番なんですけれど、ところで情報開示によって、ムスリムに鹿児島県産の食材を届けられないかといった形でやっております。8月にいわゆるセミナー勉強会を開催しまして、で、9月ぐらいに礼拝スペースができまして、クローズレストランなんですけどできまして、その後10月にモニターツアーですね。